パイセンです。はい、ボーカル担当の魔法パイセンです。はい、ドラム担当のナナパイセンです。お願いします。さて、オープニングでね、4月に入ったと話しましたが、はい、今日4月1日は何の日でしょうか。エイプリルフール。はい、正解です。4月1日といえばエイプリルフールですよね。そうですよね。まあもうざっくり言うと、ね、嘘ついてもいい日。あ、そうですそうです。嘘ついてもいい日なんで、うん、というわけでですね、うん、今日はエイプリルフールになぞらえて、うん、こんなことをしちゃいます。マホパイセンとモモパイセンでお互いに関する何かを発表します。うんうん、ちょっと自分のことについてね、うん、喋って、それが嘘か本当かっていうのを見分けていくっていうのをやっていきます。マホパイセンが最近お気に入りの歯ブラシのブランドはクリニカである。本当？残念。マホパイセンが最近ハマっているのはオーラ2です。クリニカだと思ったのに。ボーカルどう見てもクリニカ顔だろう。いや、オーラ2のね、なんかね、柔らかめの歯ブラシがマジでいいの。そう、柔らかめ派なのね。そう、ちょっとね、ぜひあのお皿にしましょう。あ、じゃあお皿にしましょう。じゃ次モモパイセンお願いします。はい、モモパイセンはブランコではなくて実はシーソーが好きである。嘘。嘘でーす。よっしゃブランコしか勝たんですよね。はい、ブランコ好きな感じがしてました。あ、本当？ブランコで黄昏る放課後は好きそう。あ、好きかも。結構よ、なんか夜とか散歩してブランコ一人でキーキーって乗って帰るとか。そうなんだ、うん、本当に好きじゃん。ブランコ好きなの。ブランコ好きなんだ。公園とかちょっとなんかさ、みんなとか、ブランコだ。結構ちゃんと好きなんだね。ブランコが好きです。